新州学寮は、広島県広島市西区南観音にある浄土、新州本願寺派の史塾。略称は、学寮。1906年に創設。初代学等は、高松悟本。開校以来、授業料不要という見学の精神が受け継がれている。また、新州学寮に付属する広島仏教学院は、本山から認可を受ける。 上度新州本願寺派僧侶及び教師育成の学校。現在、新州教団の中で施設の学徒教育の場は、この新州学寮のほか、大阪高槻市の行進教皇しかない。明治39年5月、新州学寮が創設される。高松悟るを学徒として、西向き時代に置かれた、この市塾は地方で、 誰でも修学が学べる県産道場という理念により、無料で受講できるという体制が貫かれる。創設時の発起人及び代表責任者は、高橋岩石、大津淳道、修山南、隋、寛山総監、清源里志水、藤峰徹生、関瀬哲将、五条人式、細間拓夫、藤沢大道であった。大正12年。 広島仏教学院が併設され本山の認可を受ける。大正15年南観音に移設される。この時、仏教、法明会が設立されている。これは、高松悟法を慕う各地の道行を中心として、結成された弔問、布教機関。弔問誌、法明を毎月発行、さらに、高松悟本らを各地に招いて、 出張公開などの行事が行われた。各地に支部が設立され、広島市内だけでなく、クや瀬戸内島所部、最盛期頃には山口、福岡、大分、熊本から韓国、ブラジルにまで広がりを見せ、77支部、会員数約6300人に上った。昭和5年、新修学寮は財団法人の認可を受けた。戦時の経済統制下、 法明は昭和13年頃に廃官、活動も全般的に制約を受ける。昭和14年7月、高松悟法が制挙、藤沢京子へが学党に就任する。しかし昭和20年8月6日、広島を原子爆弾が襲う。学寮の建物も半島壊するが、消失は免れ、被爆者の救護所となった。戦後の混乱の中、 学寮と広島仏教学院の講義はほどなく再開された。昭和25年には法明会により法明も復刊。昭和28年の宗教法人法施行とともに単立の宗教法人となり新たな組織編成がなされた。昭和32年に行動、寄宿舎が本格的に修復され、昭和40年には仏教研究会が結成。 西向寺を会場として仏教と新宗の基礎講座が開かれた。昭和25年に復刊していた高明氏は編集上の困難などから昭和43年に途絶えていた。しかし昭和52年別冊号として再復刊以後年刊誌として発刊。平成18年創立100周年記念行事が行われる。創立記念公開と 法音校が行われる、期間中、解読が行われる。解読とは経典などを複数人で読み、問答形式で議論し、理解を深めること。門派と個体者とに分かれ、向かい合って列座し、議論が深まるにつれ、順々に神座へと、問答ともに交代していく。神座ほど上級者が座るのが常である。現在、同州派で解読がなされるのは、本山の暗居。 行進強行の戦勝者など数例しかなく希少である。郵便番号733-0035、広島市西区南観音2丁目8-15、ありがとうございます。